はい、今回も吉谷さんお疲れ様です。山本太郎さんについてね、お話ししていこうかと思います。まあ山本太郎さんのエピソードをお話しするっていうよりも、山本太郎さんがやってきたこととか、これからやろうとしてること、その背中を見ながら、あ、俺もこういう風にいかなくちゃなっていう風に、なんか自分自身ね、すごく進化させられてるなっていうところなんですよね。もちろん山本太郎さんと日々私はやり取りしてるわけではありませんけども、山本太郎さんの行動によって育まれてるな、育てられてるなっていうところは非常に大きく感じますよね。というのがね、やっぱりこういうエピソードが私自身あるんですよ。まあ私はちょうど10年前、40歳になる時に、まあお金にものすごくね、不自由していて、借金が3500万ぐらいあってね、もう住宅ローンみたいなもんだなと思ったんですよ。まあでもさすがに70歳ぐらいまでには返せるんじゃないかなって思ったりとか、あとはしまいにはね、免責ということで自己破産でもしようかなっていうふうに軽く構えていたんですよ。で、その中でも私はお店を経営したんでね、でお店の借金がどんどん積み重なってそうなっちゃったところがあるんですけども、私自身がちょっとね、遊び癖が治んなくって、お店が赤字なのにキャバクラに行ったりね、本当に派手に遊んだりギャンブルしたりとかして、まあ独身だったっていうのもあるんでしょうけどね、まあ半ばもう自分の人生最後まで思うように使い切って、そしたら早死にしてももう後悔ないだろうみたいな感じで、まさかね、自分が50歳になると思わなかったんですよね。で、その時にポンと湧いて話で、ネットビジネスで稼げるらしいというね、当時、ネオヒルズ族っていうのが出てまして、なんだか、蕎麦を食べに行くのにヘリコプターで行ったみたいなところが紹介されていって、なんだそれだと思ったわけですよ。でも、こうやって、あ、今、パソコンとかインターネットっていう新しいものが出てきたから、40になった私がね、まあ、こういうのは若いやつのやることで俺は苦手だよねっていうふうに選択肢に入れてなかったんですよ。で、何やったかというと、日々麻雀店の経営ですよね。ローン、ポン、チーとかやってね。で、何の積み上げもないですよ。ただ麻雀やって、お客さんは、普段の暮らしに帰っていきますけども、私はその麻雀しかなり合いがなくて、しかもそれが赤字ですからね。個人的に麻雀で勝つことはいくらでもできたんですけども、店舗の経営ともなると、個人でギャンブルで勝ったやつで埋めれるようなもんではなかったんで、そこでネットビジネスっていうのを始めてみた。つまりアフィリエイトですよね。こうやって YouTube を撮影して、そこに広告をつけることによって広告収入を得てみたりとか、どうやってインターネットで稼ぐのかってことを人に教えることによって、まあ講義代、講師代をいただくっていうような形でね、目の前の人に5万、10万って稼がして、そして稼がしたんだからちょっと授業料くださいよって感じで1万、2万もらうってことをね、続けていったら、それがね、広島でバカ当たりしたみたいな感じで、インターネットで稼ぐなんてどういうことかわからなくなった、わからなかった人に、仕組みを教えてあげることによってね、うわ、久保さん、天才ですねみたいなこと言われたんですけども、何のことはない。私も、ネットビジネスっていうね、塾に入って、そこで教わったことを、こう、小売りしてっただけなんでね。あ、こんなに情報を上から下に流すだけで稼げるんだと思ったら、情報革命をね、体感した日々だったんですよね。でもその時に私が、そのネットビジネスをやる時にね、やっぱり笑われましたよ。うん。そんなにね、もう目の前で指差して笑った人はいませんけども、麻雀店の久保さんが、なんかネットビジネス始めたらしいよっていうのは、人づてに噂でね、馬鹿にされてるっていうのが聞こえてきたんですよ。ね。でも、今笑ってるのは私です。ね。当時、私を笑っていた人、今どうですか？私ぐらいに自由になってますか？って言うと、自由になってないと思うんですよ。で、ここっていうのは、多分、山本太郎さんも、同じようなことが言えるんじゃないかなと思うんですよ。どういうことかっていうと、山本太郎さんが立ち上げた、国政政党っていうのはね、今、令和新選組っていう名前で、一本筋が通りましたけども、最初はね、バッシングを受けて原発どうとかなんとか言っている風評タレントがなんか政治運動を始めたぞみたいな感じでやっぱり笑われてました。私もね、おい山本太郎さんやっちゃったかーって感じでちょっとね冷ややかに見ていたんですよ。でもね、今笑ってるとは言いませんけども、この数年間山本太郎さんね、最初の議員さんの時をこう計算すると2013年ぐらいからだったと思います。2012年から2013年ね。最初は知名度で個人的に当選したんでしょうけども、今は山本太郎さんの思いや言葉や人を動かすね、そういった行動力が国政政党、令和新選組っていうのを下支えしてると思うんですよ。そしてそこに私も巻き込まれてるということでございます。巻き込まれてる立場から今人を巻き込んでね、少なくともこの前ね、吉谷さんというね、政治に興味がない人が、令和新選組には入れないけども、久保さんが、もし、令和新選組の公認受けて立候補するんだったら入れるよっていうふうに、一票をもぎ取ったかなと思うんですよね。
まあ、もしくはね、こういった放送を通じて、ほとんどは私に好意的な方ばかりかもしれませんけども、アンチな方がね、どこかで、今日もあいつの動画見てやるかみたいな感じで見に来た時に、確かに、お前の言うことももっともだよなと。俺も浮かしてた一票、お前にやろうかみたいに思っていただければ、また一歩、小さな一歩が進むのかなと。で、山本太郎さんを総理にしようと思ったら、こういう小さな一歩を地道に積み上げていくことが大事であって、それ以外の方法はないということなんじゃないかなと思います。私もね、山本太郎さんを外野で見てるうちは、こんなに風にね、動画を乱発したりとかね、山本太郎さんから感じ取ることを、こうやって恥ずかしげもなく喋るなんてことはなかったですけども、今はね、私が山本太郎さんの姿を見て、自分に置き換えていろいろとね、行動や言葉とかっていうのをこう変えていったときに、私の応援者も出てきてくれたんじゃないかなと思うんですよ。つい1ヶ月ほどで前ですよ。つい1ヶ月ほど前はこんなに山本太郎さんの動画上げてなかったんですけども、でもね、その時は私が人を稼がせることについてのファンはいました。でも今回私の山本太郎さん関連の動画を見て、なんかね、久保さんに稼がしてもらってましたとかね、稼がしてもらったからファンですっていう人はそんなにいないと思うんですよ。そうじゃなくって、共感する人、もともと令和新選組とか山本太郎さんに共感する人が、あ、久保さんみたいな人が YouTube をどんどん上げてくれて、で、内容も本当その通りだよねとかね、なんか勉強になるなとかね、あ、そういう考え方あったんだっていうふうに、今度は山本太郎さんの姿を見て感銘を受けた私の発信で感銘を受ける人が出てくるみたいなね、なんかこの感動のリレーみたいなことが起きてるなってところでございますね。まあそれにしてもね、YouTube 上で政治系の発信をしてる方の令和新選組叩きはね、結構ひどいですね。事実じゃないことを事実であるかのように誤認して、それに対して令和新選組山本太郎さんを叩いてるところを見ると、大したジャーナリズムじゃないなと思いましたね、やっぱりね。つまり、どっかの切り取りとかね、どっかのバッシングのブログかなんかのタイトルを見て、内容を想像して、それによって動画を作ってるんでしょうね。だから、切り取りならぬ、切り抜きならぬ、拡張ですよね。一文字、一言を捉えて大きくするみたいなね。この前の入管法の山本太郎さんのね、なんか暴力沙汰っていうのも、暴力のボの字も使ってないわけですよ。本当にたまたま手が当たったのかもしれませんけど、それすらないわけですよ。で、VTR をいろんな動画ありましたからね、テレビ放送のやつとかね、YouTuber が撮ったやつとかね、いろいろ見たんですけども、どちらかというと暴力を受けたのは山本太郎さんの方で、十数人の人にね、もう組み伏せられて壁に押し付けられていてね、山本太郎さんが暴力受けてんじゃないかなっていうふうに私には見えるんですけども、でもね、なんかこう、実際は山本太郎さんが、その二人の、議員さんに暴力を振るって怪我をさして、そして一人のね、ガードマンさんに怪我をさせたっていうんですけども、なんとですね、ガードマンさんに、こう、後で問い合わせたらしいんですよ。もみくちゃの中で、怪我をされたガードマンさんがいらっしゃるみたいなんですけど、って、問い合わせたら、誰もいませんよ、みたいなね。つまりは、これは山本太郎さんを貶めようとした、こう、狂言だったんですよね。ひどい話ですよ。それから、怪我をしたとされている自民党議員さん二人なんですけども、一人はなんとなく出てきたんですけども、山本太郎さんにやられたとは言ってないんですよ。中で、ちょっと怪我をしたみたいですって言われたんですよね。で、そのエピソードとは別に、いきなり暴力をするのは良くないってコメントを残してるんですよ。いきなり暴力をするのは良くないってのは正しいでしょ。でも、山本太郎さんがいきなり暴力で私に組みかかってきて怪我をさせた、いきなり暴力は良くないよねって言ってるのとは違うんですよ。この印象操作の上手さですね。私も編集をしてるとね、このぐらいの印象操作ができるなと思ってるんですけども、常に私は等身大で情報発信をしていきたいなと思いますね。まあ私がね、唯一ね、既存のメディアとか、有名な YouTuber さんに対抗できるものとしたら、真実を尾ひれつけることなく、過不足なく、そのまま伝えることなんじゃないかなと思います。そこに私の感情を加えることなんですよね。俺は個人的にこう思うよっていうのを必ず付け加えて、それをスパイスにすることかなと思います。だからね、一つの事実をこっちの方に持っていきたくって、誤大解釈したりとかね、そして事実に目をつぶって気づかないふりをしたりっていうのは、まあちょっとできないかなと思いますよね。そういうのはずるいなと思いますよね。はい、じゃあ今回は以上でございます。今日も山本太郎さんの動画いっぱい更新していくぞー。